こちらの住吉小学校の理科室で、ジローらが体調不良を訴えたということです。学校から消防に通報があったのは午後1時半前。理科の実験中に複数名の体調不良者が出たという内容でした。警察や消防、学校によりますと、6年生27人が4時間目の11時半過ぎに 灯油ををを燃やしし二酸化炭素を発生させる実験をしていいたといいますその際、4人が頭痛や吐き気を訴え外の空気を吸わせるなどしましたが回復せずさらに体調不良を訴えた児童1人がいたことから学校は午後1時過ぎに消防に通報5人は病院に搬送されました。5人とも命に別状はなく

警察と消防が詳しい状況を調べています。学校側は、学校の教育活動で子どもたちの体調不良を引き起こし、誠に申し訳ありません。今後、安全管理を徹底しますとコメントしています。